お疲れ様です。お疲れ様です。今日は内房行ってみようかな。何？わかんない。けどなんか右の方だったらありそうだから、うん、上げてくるからどうかな。今日さ、土曜日だからさ、ちょっと上の方は混んでるし、まあちょっとたまには他のとこでもやりたいかな。昨日2ラウンドシラスカでやったもんね。そう。まあで結構流れたし、あんだけ波があれば、ね、今日も頭ぐらいありそうだから、うんうん、あっちも多分うねりは入ってると思ってね、普通にできるぐらいな、うんまあ、だからちょっとで、しかも今日ちょっと北東、東が入るから、うんうん、こっちの方が風が合うから、うん、まあとりあえずこっちチェックしてできてらやっていこうと思います。これがずっと使ってる。見て、これ綺麗に破れちゃってる、出ちゃってる。本当だ。お気に入りのディストネーションの、ね、ウェットバッグなの。めっちゃいいね。荷物めっちゃ入るし。いいね、これは本当に秀逸だよね。そう。めっちゃいいからぜひ、うん。普通のあの四角い硬いさウェットバッグと柔らかいネックレス持ってると、うんうん、めっちゃ乾いたのも濡れたのも出れるから。でこうやって海行くときはこんな感じで。最高なんで。いいね。ぜひ買ってくださいこれ。押し売り。押し売り。オンラインコーチング受付中。めちゃめちゃある。おお。お疲れ様です。お疲れ様です。いつもね、応援してくれてる皆様に報告があります。以前から付き合っているカメラマンさんと結婚しました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。つい先日ね、席を入れて、まあね、ずっと 7,8 年だっけ付き合ってたんですけど、まあ特にこれといったきっかけはないんですが、まあなんかタイミングと自分たちの気分がそんな感じだったので、でやっぱ前昔からね、映像とか撮ってくれたり、いつも俺の生活に合わせてくれてて、でまあ今までもね、 YouTube だったり試合だったりも、まあ、付き合ってた二人三脚で二人で頑張ってきたので、まあこれからもね、そのスタイルは変わらず一緒に、まあ、生活もサーフィンの方頑張っていくので、まあ、いつもね、カメラマンさんにはありがとうございます。とりあえず、でもないです。まあ、サブちゃんの方でもね、カメラマンさんが出たりするので、普通の生活の方はそちらに上げてるので、見ていただけると、もう少しカメラマンさんじゃない普通の生活も、僕と、まあ、今妻になったんですけど、その生活も見れるので、ぜひそっちの方も見ていただけると面白いと思います。まだ見てないと、はい、お願いします。はい、で、そうですね、本当に今後も、まあ、子供ができたとかじゃないので、まあ生活は変わらないんですけれども、まあこれからも、まあ試合と撮影と YouTube と、あとまあ普段の生活と変わらず2人で頑張っていきますので、これからも応援の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあまだまだ子供なので至らないところもたくさんあると思いますが、温かい目で応援してもらえればと、はい、俺もね、結婚したんで成長していきたいと思います。お願いします、はい、まあそんな感じでこれからもお願いします。よろしくお願いします。なんかサーフトリップみたい、ね、ここ超気持ちいいよね。大好きかも、ポイント。秘密のポイントです。本日のコンディション。
頭、風はぼちぼち、ちょっととろめ、セットしか割れないけどセットはいい波、うん、なのでまあセット狙いつつ、トロイからいいセクション見つけたらパチッとそこに入れるように、で繋いだら手前もたまにあるかもみたいな感じだから、うん、ちょっとバックウォッシュ入り気味だね。もっと上げてくるからもっと良くなくなってくるかもしれないけど、まあできそうだから練習していきます。はい、スポンサー様募集しています。お疲れ様です。いい波だった。虫が虫やばいね。いやでも来ればいい波だったね。なかなか少なかったけど、インサイドすごかったね。インサイドやばかった。結構バーンって、ね、いやいいね。でも気持ちいい、ね、いつもまだ高いし、結構でも一瞬ポンって来たから、うわすごい虫釣ってるか。やばいでしょ。まあ虫がやばいから締めたいと思います。お疲れ様です。お疲れ様です。やばい、虫だらけ。うざい。刺さ刺すんじゃないんだけど。うざいよ。虫